三河平坂駅は、かつて、愛知県西尾市、平坂町にあった名古屋鉄道三河線の駅である。2004年4月1日の道線壁南駅、平吉田駅間廃止に伴い、廃駅となった。三河線の前述した廃線区間で、廃止時点において、唯一交換設備が存在したのが当駅である。廃線時には、 住宅街に囲まれた位置にある駅という雰囲気が強く、無人駅となっていたが、コンクリート作りの駅舎があった。ホームは島式で、構内踏切によって南側から入る構造になっていた。なお、分岐器には、発情点鉄器が採用されていたが、配線直前にはジョージは、上下列車ともに、平吉田方向に向いて、左側の線路を通るように固定され、朝に、 列車交換を行う時のみ機能していた。その他、駅構内にはかつて貨物扱いを行っていた時代の、側線が、朽ち果てながらも残されていた。また、朝一本のみだったが、平坂始発平南行列車も存在した。その列車は、平南から改装され、南側線路にて客扱い折り返しをしていた。平吉平吉田間は、朝ラッシュ時限定で、 三河平坂駅にてタブレット交換をしていた。そのため、レールバス会を無事に駅だったが、始発列車から朝9時半まで名鉄社員が出張し、タブレット交換要員として待機していた。三河平坂駅と平坂口駅の位置関係。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 かつて当駅から南西に約400メートル離れた位置に平坂市線の平坂口駅が設置されていた3月27日廃止。平坂市線の前身は岡崎新駅と西尾駅の間を結ぶ路線を建設した西尾鉄道で、同社は1914年に平坂に達した。その後、三河線の前身である三河鉄道が 当地まで延伸するが、平坂漁民からの反対で当初予定した、西尾鉄道高前駅経由のルートでは敷設できず、やむなく平坂町北側を迂回して、松木島へ向かう経路に変更された。ルート変更により、三河鉄道は、西尾鉄道と立体交差する必要が生じたが、先に建設された西尾鉄道に優先権があるため、三河鉄道は、築堤を建設指導車線を、 オーバーパスして対処した。平坂の旅客輸送をめぐって両社は競合関係にあったため、交差部に駅は設置されなかった。西尾鉄道が企業合併で愛知電気鉄道、名古屋鉄道となってからも状況は変わらず、また三河鉄道も名古屋鉄道に合併され二つの路線が同車線となってからも駅統合は行われず、 両路線間の徒歩連絡による乗り換えは、平坂市線の廃止まで続いた。平坂市線廃止後は、路盤跡が道路に転用され、道路拡幅によりかつての古線橋も掛け替えられ、平坂古道橋となった。三河線廃止後はその役目を終えて撤去された。三河線の壁南、平吉田間の廃止に伴う代替バスで、救援線自治体で構成する。 フレンドバス運行協議会からの委託により、バス会社が運行している。ありがとうございます。